五遊駅は愛知県豊川市五遊町西両にある名古屋鉄道名古屋本線の駅である。駅番号は NH05。マナコが使用可能。五遊の町は東海道53時の五遊塾として発展。過去には五遊城もあった。しかし東海道本線は五遊塾を経由せず、1888年から1948年の間は、 現在の愛知三戸駅が五遊駅を名乗っていた。この理由について、当初の付設計画では、東海道に沿い現在の豊川市五遊町経由であったが、当時、鉄道といえば、汽車の時代だったため、汽車の黒煙が洗濯物、布団につくことや、徒歩や乗馬往来の減少との宿場町ゆえの反対運動があり、結果として、豊橋や津田間の東海道本線が、 釜マ経由に変更され、海側に外れることで、東海道経路上には沿わないこととなったという、俗説がしばしば語られているが、反対運動の裏付けになる資料がなく、当初より勾配を避けるために、釜マ経由で付設される方針であったことが、明らかにされている。詳しくは、ごゆしくおよび鉄道と、政治鉄道機避伝説の項を参照。その後、 東海道本線の複線化着工前、時代に乗り遅れた、五湯島の東海道の旧宿場町は、豊橋厚田間で、単線並列での貫鉄路線誘致を進めたが、実現せず、愛知電気鉄道の開通を待つしかなかった。四両編成対応の相対式ホーム二面二線の地上駅である。六両編成の各駅停車は、後ろ二両は、締め切りとなる。無人駅で、 駅集中管理システムが導入されている。駅舎はパステルグリーンのアール屋根とアラバスターホワイト、ソリッドペイントの壁を持つ。駅にトイレはない。道路からプラットホームまで階段のないバリアフリー構造である。古墙橋や構内踏切はないため上下ホームを行き来するには駅の横にある踏切を渡る必要がある。駅集中管理システム導入前は 駅舎のないホームのみの駅であった。かつて、東岡崎方面のホームの入り口近くに小さな待合室があったが、その待合室が解体されてからはホームのみの駅となっていた。また、駅集中管理システム導入前には、豊橋方面のホームの入り口に桜の木があったが、駅舎を設置するため桜の木は切られた。当駅で購入は不可能だが、 名古屋特割に平日、名古屋特別2度休日利用か。なお名鉄名古屋駅までの大人一人の運賃は1010 10円であり、名古屋特割に平日1枚あたり130円、名古屋特割2度休日1枚あたり230円差がある。当駅は普通列車しか停車しないため、豊橋駅へ行くには最低1回の理解が必要となる。 愛知県統計所、愛知県統計年間、豊川市の統計各号によると、1日平均乗車人員の推移は以下の通りである。千人単位からの外山地東側の高台は、県営五湯住宅のほか、住宅街が広がる。旧東海道の旧館を残す、五湯の松並木がある。また、西側を並走する国道1号沿いには、ロードサイド店舗が多い。駅前には、 広いスペースがないためバス停は設置されていないが、駅から北東へ約150メートルのところに、豊川市、コミュニティバスの東沢2区集会所バス停がある。本郷湯駅に関するカテゴリー。ありがとうございます。